皆さんおはようございます。ベンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は2年生常用漢字の関心の心、心ですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては横幅の広い字ですね。はい、それから中心をどこで取るかというとですね、点がだいぶ右側にはみ出てくるので、ここからこうふっくらしたこの跳ねる直前までのここの長さの半分でいいと思います。ですかね。なのでだいぶ右側からスタートしますね。で、一画目の書き終わりでこの字の足の高さを決めてしまいます。ですかね。だいぶ低い位置から始まります。一度押さえて斜めに行きます。で、続いて少し高い位置からですね。はい、ちょっと漢字の漢数字の8っぽいですけどね。はい、ここがすごくふっくら、やりすぎなぐらいふっくらさせてくださいね。はい、結構ここ直線的にいっちゃう人が多いので、いいですかね、ふっくらさせてください。だいぶ高い位置から、はい、スッと始めてもいいですし、今日の字のようにちょっと斜めに入ってからここのふっくら、ここの角度が取れるように書き始めてください。人によってはこの斜めに押さえてからの方がこのふっくらが取りやすい人もいるし、いきなり始めた方がふっくら書きやすい人もいるので、これは微調整ですので好みで変えてくださいね。で、ここですね。だいたい跳ねる方向で上手い人かそうでない人か決まってきます。次に向かってフックして跳ねてくださいね。はい、大体の人が真上に跳ねたり、なんとなく跳ねてる人が多いので、フックして次の点の始まりに向けて跳ねてください。いいですかね。はい、なので跳ねすぎて大体ここがつながってる場合が多いですね。さっさと書くとここがつながっちゃいます。はい、いいでしょうか。ここの跳ねで決まります。で、点を寝かせてくださいね。もう大体この跳ねのこのフックしたこのラインと同じぐらい寝かせます。はい、ここの幅見てくださいね。で、次に向かって跳ねて、次もだいぶ寝かせてますね。外に寝かせてます。で、この位置がだいぶ跳ねた位置よりも外に出てますね。よろしいでしょうか。で、点の位置も右上がりに上がってます。で、ここの点の始まりの高さとここの始まりが同じぐらいですね。だいたい高さが一緒です。高さの位置、配置も覚えてもらうとすごく上手に書けますね。それでは書いてみます。だいぶ左側から始めてください。低いところ、斜めに、で、ふっくらですね。で、次に向かってフックして跳ねる。で、寝かせて。はい、ここの位置が多少違いますが、ですかね、悪くはないですね。もう一度いきます。やりすぎなぐらいふっくらさせて、次に向かって跳ねる。はい、だいぶ戻る方向に行ってますね。で、点、寝かせて、次もしっかりと寝かせて外ですね。はい、こんな感じです。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。